さんこんにちは。今日は成田のヒルトンに来ております。2回目のリピーター様に呼んでいただきました。ありがとうございます。こちらの控え室とっても広いです。こちらの後ろの舞台で歌ってもらいましょう。それではどうぞ。降り始めた雪は足跡消して、真っ白な世界。皆さんこんにちは。まおちゃんです。さあ、というわけで私はディズニーに行きたくてこんなアホチンになっておりますが、皆さんチャンネル登録は済んでおりますか？もうすぐ3000人なんですけど、チャンネル登録をしてない方もたくさんいるみたいでですね、このために乱入してきました。次の次ぐらいの動画でですね、三味線2丁で、ディズニーのカバーソングをやりますので、楽しみだなと思った方は今すぐチャンネル登録をしてもらえる。これはミリちゃんに怒られますね。ネタバレはしないようにって言われてるんですけども、しょうがないですね。この後も引き続き動画をお楽しみください。バイバーイ。最後少しも寒くないわ。あれ、飛行機ない。飛行機行っちゃった。あそこが成田の。こうやってやればよかった。わあ、飛行機いっぱい止まってるじゃん。こうやってやればよかった。最後少しも寒くないわ。もうそろそろ楽屋のお弁当しんどいなと思っていた矢先、去年に引き続き呼んでいただいた企業様、なんとじゃじゃじゃ、嬉しい。見てじゃじゃ、本当にありがとうございます。これはソースらしいです。これをかけて食べます。まあ嬉しい嬉しい。頑張っちゃう。今日頑張れちゃう。はい、頑張れちゃう。もういつもよりいっぱい出しちゃう。これをかけて見せた方が美味しそうに見えるでしょ。本当にありがとうございます。昨日も一昨日もね、ちょっと企業様の演奏でね、一般の人には見れないイベントをやってるんですけど、にゃにゃ、私たちのような楽屋弁当で生活しているととても嬉しい日ではなります。本当にありがとうございます。あ、乾杯します。じゃあ、いつもありがとう。それミリが言うんだよ、いつもありがとうって。お姉ちゃん、いつもありがとう。いただきます。はい、なんかおしゃれな味がします。みーちゃんは、はい、この度トマトが食べれるようになりました。美味しいでしょ、トマト。前まで生トマトが無理だったんです。うん、基本的にうちの妹は小さい頃から野菜を食べてこないで生活してたんですね。逆に言うと私は野菜ばっかりだったよね。うん、納豆とかキムチ、野菜です。バケットが美味しそう。手を拭きなさい。小さい頃からミリは。あ、ついちゃった。ミリオンの悪いところ暴露してます。まだ今日演奏してないので、こんなご褒美いいんでしょうか。じゃあチキンをいただきます。はい、チキンは皮がパリッとしていて美味しいです。ソースいっぱいつけて食べたら美味しいよ。
はい、あ、まだ食べてないの。トマトを頑張ってるんですよ。もう全部かけちゃおう。なんか最近さ、うん、フォロワーさん、うん、今までそのフォロワーとしてしか見てなかった人たちが直接足を運んできてくれる人が増えました。ありがとうございます。嬉しいね。前からフォローしてたけど初めて見たよっていう人とか、なんか YouTube もちょっと増えたら今度なんかねイベントでも開催してみようかなって思っちゃうぐらい調子に乗ってます。どこまでやれ、もう病気も古いからさ。しばらく静かに止めてよ。優雅なお昼ご飯を王冠くんに送りたいと思います。さっき香港のディズニーに見ようっていう写真を送ってきたのでこれを送ろうと思います。私が歌ったあの、うん、ディズニーのアナと雪も送っちまおう。ゆっくり食べようか、うん、ありがとうございました、はい、お花をいただきました。はい、じゃじゃん。しかもなんかミリの好きな色ばっかり、ね、かわいいね。ラプンツェル色じゃん。ラプンツェル、ありがとうございます。チーズケーキをいただきました。じゃーん、お土産もいただきました。中を見るとチーズケーキって書いてあります。それではチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。